最近はね、エクステをつける人も増えてますよね。事故起こしてくる人がね、まあ時々いるんですよね。事故、角膜の上皮が剥がれちゃったりして。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。坂本です。よろしくお願いしま す。皆さんね、結構まつげとか一生懸命こう綺麗に見せようということでお金かけたり手間をかけたりしてる方いらっしゃると思うんですけどね、はい、どうですか、マスカラ塗ったりとか、なんていうんですか、こうビーラーなんてビューラービューラー、うん、でここなんかねやりますよね。ビューラーってでもこの間聞いたら、はい、もう死後だって言われましたけど、ね、今そんなもん使う人いない。え、そうなんですか、うん、まつげが内向きに生えてくる人がいるんで、はい、抜いたってまた生えてきちゃうから、まあ、一番簡単な方法はビューラーっていうのがあるでしょって言ったら全然通じなかったんですよ。へ、うん、別の人に聞いてみたら、いやビューラーなんかもう今使ってる人いないって言われて、そうなのって言われて、そうなの、うん、いやどう、まあ、真相はともかくですね、はい、まあ、そうやってね曲げるっていうのもまああるじゃないですか、はい、それから最近はねエクステをつける人も増えてますよね。エクステ、うん、エクステって何ですか。マツエク。あ、聞いたことあります。マツエク、マツエクって、うん、何するんですか。松原育子さん。いや、違う。いや、確かにそういや、まつげのエクステンションですね。エクステンションって伸ばすっていう意味ですよね、うん、だからそういうのね、貼り付けるわけですよ。でね、やっぱそれでね、ちょっとこう事故起こしてくる人がね、まあ時々いるんですよね。事故、結局ね、つける人がね下手だったりとか知識がなかったりするとやり方が悪くてね、目に障害を起こす人がいるんですよ。そのまつげがちょっと怖いですね。うん、まあね、だから気をつけてね、ちゃんとやってくれるところでやってもらえば別にどうってことないんですけどね、うん、じゃあちょっと今日はそのまつエク、松原エクさんの話をしたいと思います、はい、お願いします、はい、で最後まで聞いてください、安全のねためにね。結局ね、人工のものを、まあ、まつげにくっつけるわけでしょ、はい、だから接着剤ですよね。多分あのシアノアクリレートだと思うんですけど、まあ、要するにあれですよ、アロンアルファみたいなもんですよ、ね、あの合成の樹脂ですよね。でそういうもので短時間にピタッて固まるようなものをつけるんですけどね、まあ、その時に接着剤がねまつげだけにちゃんとついてればいいんですけど、皮膚にそれがついちゃうとね、剥がす時にやっぱちょっと皮膚を傷つけたりするわけですよ。どうも多いのはアレルギーみたいな感じですよね。皮膚炎を起こしてくるんですよ。だからそれやっぱ皮膚についちゃってるんですよね、うん、だからそれはつけ方が悪いっていう話ですよ。なるほど、うん、そのね皮膚炎もね結構ひどくなる人中にいるんですよね。だからそういうのどうなんですかね。シアノアクリレートなんかは皮膚につけてもあんまり普通は問題起こんないんですけど、まあ起こる人は起こるんでしょうね。結構赤くなって腫れてねっていう人がいます。あとはね、もう一つ角膜にねついちゃう場合ですよね。あ、目の中入っちゃう。うん、角膜もね表面が普通濡れてるから、まあそういうものはくっつきにくいんですけどね。でもこうやって目開いてる状態で乾いてきた時にそれがくっつくと、取ろうとするにも痛いしね、それからこうまぶたで擦れるのも痛いじゃないですか。でそのうち擦れてる間にそれがベリっていっちゃうとね、角膜の上皮が剥がれちゃったりして、これ結構痛いわけですよ。うわ、そういう状態で来る人もいますね。へ、うん、だからまあとにかくね、ちゃんとしたところでやってもらうっていうことが一番大事なんだろうと思いますよ、はい、まあ、僕なんかはまつげが長いでしょ。いや本当に、じゃ先生のまつげ見えますか。見てない見てない。すごい長いんですよ、うん、これね花火で焼いちゃったから伸びたんじゃないかって言われてるんですけど、うちの家族では花火で焼いちゃったんですか。そうそうそう、置いてやる花火あるでしょ、木がこうバーッて上にこう出てくるタイプ。そうそうそう、はいはいはい、あれをやっていて出なくて、あれと思って覗き込みに行った時になんかバッて出る。うわ、なんかね覚えてないですけどね、なんか多分泣いたとは思うんですけど、うんうん、あ、ちっちゃい頃の話です、ね、そうそうそう、大人になってからのことじゃない。クイシは危うきに近づかないから。いや、クイシ先生、クイシですかね。そうそうそう。長い人はまあいいんですけど、僕なんかこう長すぎちゃってね、これ埃が積もるぐらいなんですよ。すごい羨ましい。少しでもねなんかパッチリ見せたいっていうことでエクステやったりするでしょうけど、そういう時はとにかく気をつけていただきたいということですね。万が一皮膚炎を起こしちゃったり角膜に傷がついちゃった場合ね、やっぱりちょっと眼科受診した方がいいと思いますよ。そうですね、うん、場合によってはね、うんうん、その後でさらにひどいことにつながったりする場合がありますからね。皮膚炎にしろ角膜の障害にしろですね、万が一の時はどうしたらいいですかっていうことに対してちゃんと答えてくれる美容室でやるんでしょうね、あれね。だからそういうところをちょっと選んでね、何かあったら何もできませんみたいな感じだとちょっと足りないから、ここの眼科すぐ行ってくださいねとかね、そういう風にちゃんと指示をしてくれるところがいいと思います、はい、あとはね、まあ、まつげパーマっていうのはありますよね。
パーマ、うん、へー、でそれもねやっぱり薬剤使うじゃないですか。そうですね、うん、でねそれもやっぱ気をつけないとね、まぶたってしょっちゅうこうまばたきするから動くでしょ、うん、おそらく目を閉じた状態でやるんだとは思いますけど、やっぱ動くからね薬液が皮膚についちゃうことがやっぱあるわけですよ。そしてやっぱそれに対してねアレルギーを起こしたりとか、うん、そういうことがあるんですよね。そうそう、あの麻酔薬だけじゃなくてねパーマで目が腫れちゃってね、来た人もいますよ。あれの方がね多分どうなんでしょうね、薬液を何度も塗ったり剥がしたりするんですかね。僕やったことないか分かんないんですけど、まあ、とにかくそれね多分使う液の量が多いし、あれ接着剤じゃないから固まらないですよね基本ね。だからそういうものがまばたきとかね目の動きとかいろいろでそれがちょっと飛び散ったりすると皮膚について敏感な人はアレルギーを起こしたり皮膚炎を起こしたり、まあ、するんだと思うんですよね、うん、でね目に障害が起こったらどうするかって話なんですよ、はい、まず基本は洗うことなんですね。なるべく流水でも何でもいいですから、とにかく大量の水で洗うってことなんですよ、はい、で洗面器にね水張ってこうやって目がパチ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 してれば大体それで済むんですけど、それをね普通よりもちょっとしつこくやってほしいっていうことなんですね、はい、で なぜかっていうとね、異物の時の動画でもお話ししましたけど、目にとって一番ねまずいのはアルカリなんですね。うーん、うん、パーマってあれアルカリ性なんですよ。目に入っちゃってね、特に角膜ね、角膜っていうのは透明でないといけないところだから、そこが濁っちゃったりね、あるいは溶けちゃったりすることがあるわけですね、アルカリだと。でアルカリってね短時間でビーって染み込んでいっちゃうんですよ。だからねアルカリ性のものが特に入った時はしつこくしつこく洗ってね、それから眼科行ってほしいんですよ。まず眼科なんですけど、その前によく洗ってほしいんですね。でよく洗って薬液を流してから眼科行ってくださいってことですね。はい、わ、うん、かりました、うん、でも先生のところに来たその人たちは今どうなったとかって、うん、ちゃんと治ったことを確認して、もう大丈夫ですよって話、気をつけてねって話ですね。あ、よかった治ったんですね、うんうん、ということですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんもねおしゃれを楽しむのは結構なんですが、そういう点ちょっと注意して美しく過ごしてください。はい、はい、どうですか今日の動画、役に立ったでしょうか、はい、はい、役に立ったと思ったらいいねマークと、チャンネル登録をお願いしますね。お願いします、はい、それからベルマークを押していただくと動画が配信されるとお知らせがいきます、はい、はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。